はい、本日のテーマはですね、プレイグにまず全名をつけてみて、このゲロのボイスがどれぐらいよく聞こえるようになるのかという、検証をまずはして全名つけてみようと思ってるんですけど、全名がないとこの辺まあギリギリ聞こえるぐらいかなって感じで、で全名つけてても若干遠くまで聞こえる、うん、右の壁が見えてるのでさっきよりはちょっと遠いけど、まあそんな差あるかなぐらいの感じ。近くにいるときは露骨に大きく聞こえんねんけどね。それではやっていきましょう。マクミランエステートグローニングストアハウスにて、よく聞くプレイグでやっていきます。はい、まあ、前段にちょっとした検証動画くっつけてるので全名はつけてくるぞと予告しておりますが、全名ですね。サバイバーの吐息とか応援いろいろ聞こえるやつ、人おった今。待てよ、まずはこの人おりますね。幸先いいね、最初に人がすぐ見つかっていくとはとても嬉しい。いや今の殴るべきじゃなかったか、今のとこゲロで突っ込むべきやったんかな、わかんねえ。いいや、でもでここはもう倒させるか。あ違う、この方向じゃなかったわ。あー倒された、クソ。でもね、そこ超えるよね。今のは大失敗です。逆向きに追わなきゃダメだった、逆回転しなきゃダメだったわ。うん、まあ一応追いながら他のサバイバーを探そっか。はい、というわけで、まあ、チェイスパークとしては今回はまやかしをつけてきているので、こういうと、あっ来たわ、OKOK、まやかしに行ったろかねえと思ったけれども、フェイントに割と引っかかってくれたので一人目釣りますと。で、聞くね、サバイバーの声を聞く、そして、監視のパークをつけることによりサバイバーが発電機を修理している音もう治ったけどが8メートル遠くまで聞こえるようになるので、これがね結構露骨に遠くまで聞こえるんですよね。非常に便利になってます。でさらにこっちがメインの効果だと思うけど、直してんね。こういう発電機を開けることでこれがね、あイタチでもあれか、イタチでゼロになった場合もでもねこれね白く光るんですよ、うん、これでサバイバーが触ると黄色くなるので索敵がしやすくなるといったようなパークになっております。治んの早いな発電機。そうあんであとイタチは飛び出したね、はい、うん、まあそのような感じで発電機の音をよく聞き、ゲロってるサバイバーの音をよく聞き、そんな感じのパーク構成になっております。なのでおいいね、おおもうこれを倒しちゃおう、小屋下倒しちゃう。でもなー結構ね破滅ないとねポンポン板使った方がいい説あんねよな、今みたいにそれだけで治っちゃうからな今時のサバイバーは。さああっちやってないから本かけといて、見えねえ、あの一番遠いところに監視かけといたから行ってないっていうのはすごいいい情報やよね。ああこれいいわ。で今うんうんゲロ状態になったということはここやってたよね。いいね、まやかし OK。 ベロ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  OK。 これはゲロコンボ決められる。まやかしの音聞こえてなかったんかな、何気にあのまやかしの音をさ聞こえる範囲がなんか地味にちっちゃくなったじゃないですか、割と最近あれでねまやかされたことを気づかない場合があるんですよね、サバイバー、うん、地味強化まやかしほいで、ここを蹴ります。へい、でここ監視していく。あー向こうはかなったから誰か触ったんかな。監視状態って永久に白いんやったっけ。あーそっちの方が気になる、うんそっちの方が全然気になる。で、ほら蹴っとこう、監視しといて、うーんでこういってデジャブよデジャブですな姉さん。よーしん、でででででオッケー、この人これで2釣りやんね、うん、同じ人に同じフェイントでやったからねいいね。で、おいるぞいるぞいるぞ、お救っていく、いる、
手前に救いに来てたんかな。これはゲロかけとこう、うん、これで触りにくくなるっしょ。お、救っていく。あ、最初のボーンは救っていくじゃなかったんか。ボーンかと。で、そこ触っていく。はいはいはい。おお、これ絶対 DS やん、このムーブ。DS で強引に直そうとしたな。でもそんなん拾いませんよ。お、触ったね。この情報便利やな。ほら、で、今ので、声も直そうとも聞こえた。いいのでは、これは。で、ここ。で、ここかけときたい。かけときたい。よしよしよし。んで、こっち置くか。いや、今のジェイコブ、はい。よし。これ殴ろう。で、もう釣りに行こう。戻ろう。起こされる。あそこで直ってんったら。ほらほら、来てる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 。もうこの人選んとやばい。発電機残りに行こうや。よし、もう一緒。おい、さてこれで、うそ、マジ長すぎやろDS、 マジきついな。今の俺普通に割と確信レベルで大丈夫やと思ってたわ。マジか、ちょっと焦ったか俺の体感、体内時計。いやーきついなー。しかもここで直され出すんだよな。そう、発電機ね、残り2個とか1個ぐらいでサバイバーが直し出す。これ結構きつい状況なんよね。やってんね。もしやるしかないか。くっそ、まあ、この人も2釣り目やからとりあえず釣ってそこに立つ決めましょう。赤ゲロやから。うっ、おう、突っ込んできた。よし、釣ってる間に1個治るかな。うわもう言うてる。アサゲルチャージして、あそこ治るな。あれっちゃ治るは無理や。とりあえずここにもういたし決めよう。で、監視かけて、ここから監視がね、発電機残り少なくなった時に監視がめちゃめちゃ効く。治るわな。無理無理無理やな。無理無理無理やわ。ちょっと待って、オブセのあの子もうやらな無理。粉かけろでやりきる。いや、ほんまこの DS 一発でマジで状況変わるからな。うん、でも、いや、マジか、当たらんか。くー、いい、その辺は逃げるとこないでしょ。一発、オッケー、もう一発。よっしゃ、かけろ強し。さあこれで、待って、ここはね、監視かけて、釣って、あ、でもやってないな、向こう。あんた、ここにいたち決めてよかったな。あ、やってる、あ、やってる、ちょっと待って、あれ、あ、ちょ、あれ、水飲み場や、ちゃう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 、行ってくれた、救いに行ってない、じゃあ、これで2人一気に行く。いや、これでかい。あー、よかった。いや、あれは救助行かな、まずいよ。あ、ここもやってないや。よし、いや、ここの監視は楽よ。別に見に行かなくていいもん、これ。うん、ね、いや、いいよいいよいいよ。うん、全然触ったら黄色くなるからね。この監視状態をしっかり見とけばいいだけなので、うん、さあこっからよ。お、タッチもあった。買ったぜ。いや、買ったぜはちょっと確信しすぎやな。うん、赤ゲロしとこうか。ここでなんか3つとも発電機見れるから、ベスポジで見守るか。ね、これさ、ちょっと鍵探してハッチ逃げしようとしてるやろうから、ここで待機してこう見るで回したら聞こえんじゃないかな、監視の能力で。で、これ窓、これね、ハントレスの斧とか通るから、ゲロも通るっしょ。ゲロほらかかってるよね、多分。ちょっとでもかかれば感染するから、うん、これでいいや。こここそベスポジよ。ハッチと3つの発電機を全部見られる状態、これが監視の能力。いやー、いいな、便利やな。しかしマジ何もせえへんな、サバイバー。マジでやらへんやん。何、帰った、トイレ。あー、やってるわ。ちょっと待って、トイレかと思ったよ、ちょっと。ほんまに黄色に光って。ほんまにそんなんしても無駄なんだよ。俺は
お前が触ったことを瞬時に痛い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 、あ、諦めてるもうハッチを見つけてるし、私の勝ちだ、これが監視の力だ、わかったか、俺は安心して見守ることができたよ、いつもやったらね、あんな止まってられへんのに。はい、ここ監視かけときましょう。でーね、ほい、んーで、まあハッチんところ待機でいいよな、こんな全く離れる必要ないわ。ちょっとキャンプにならない範囲でこことかかけといてね。いいんじゃない、お、自殺はしないが助けも来ないなかなか人間模様が見える構図ですな諦めてたから自殺すると思ってんけどな、もう放置してんかなあれ。あ、結構心音聞こえへんぐらいまで離れると思い、離れてると思うんやけどな、やっぱ見えてるから来んかったんかな。最後までもがき切ったが来なかったなさあここは閉じさせてもろて、あとはコラプス戦。なんかね、コラプス戦ってこれゲートを片方だけゲロかけて片方は目で見るっていうのがいいっぽいのよね。ああ、そうそうそう、なんかその辺がその方、おお、ちょっと待って、待って触ったね、触ったね、オッケー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 、イエーイ、まやかし入れといて、さあ近くにはおったんやな、で、うん、俺がこの辺ずっとおるからね、あの動けなかったんやしゃあね、いやもうこれもう渇望貯めるで、これはね渇望2まで貯めりゃ、いや3かな、いや2でいけんちゃう、ここのね渇望3、2貯めりゃいけるわ、おい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 、さあバターになろう、チーズになろう、そしてミルクになろう、ぐる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 はいむっちょ、はい、カツボに、あ、じゃあ、てっダメ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 、はい、カツボに、もう一丁、えい、もう一丁、もう一丁、キリキリもう一丁、次でいこう、サーン欲張りカツボマン、たまりましたというわけで結構長い試合になって待ってる時間長かったからな、この人も、いやでもね、これね、この人ももう一人のアダムじゃ、ジェフか、ジェフも両方一釣りやから、これね、多分ね、査定はね、1個目もらえないんすよね。でも緑タイヤからもらえるかな、どうじゃろう、ランリセ直後やし、べー残忍や、マジか緑隊で残忍は、さてきついな、マジでプレイグかわいそうなプレイグ、はいというわけでこんな感じの聞いてみるプレイグでございましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、前面は正直ね、やっぱわからんかった、効果がで監視便利、あ、なんかね、発電機固めたら強いキラーって監視いいよね、多分ね、ハグとかプレイグとか、発電機固めたら大体強いけど、特にね、ハグとかプレイグとか、あの発電機監視しやすいので強いかなと思うので、今後監視使っていってみようかなと思ってます。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価など、バイバイ。今日のラッキーパークは全面リングフィットアドベンチャーやりすぎました。